ASMR コンサート、まずはこの曲から聴いてください。私は今南の一つ星を見上げて、誓ったどんな時も微笑みを絶やさずに歩いて行こうと、あなたを思うとただ切なくて涙を流しては星だけど今はあなたへの愛こそが私のプライド。優しさとは許し合うことを知る最後の真実、わがままさえ愛しく思う幸せ、あなたは私に自由と孤独を教えてくれた人。震える肩を抱きしめていた、だけど今はあなたへの愛こそが私のいつか私も空を飛べるはず、ずっと信じていた翼が生ったら飛んでゆくの、でも
今あなたへの愛だけに笑って泣いてる。ASMR コンサート始まりました。改めまして西田愛です。まずは今井美樹さんプライド弾き語りでお届けしました。もはや私のトークはいらないんじゃないかなっていうぐらい地球が自然が作り出してくれるこのいろんな音色心地よく堪能してます。そして私の前には今日のこの ASMR コンサート ASMR ライブって言ったらいいのかな、なかなかお天気だったりいろんな状況が揃わないとできないものだったりするので、あんまりやってる人もいないのかなと思うんですけど、ASMR を愛して大好き。ずっとねこの ASMR 音フェチを愛してきた西愛チャンネルとしては、視覚的に焚き火で癒され、そして聴覚では小川のせせらぎ、雨がポツポツとこの木々の葉っぱに落ちる、そんな一つ一つの雨音でさえも一緒に ASMR を奏でているような、そんな気持ちになってます。ちなみにこの焚き火というのはすごく人をリラックスさせる、そんな効果があるらしいです。なんだろうね、このキャンプとかバーベキューとか風下にいると大変なんだけど、風上にいるとすごい綺麗に見える。最近もヒットしているバックナンバーの水平線っていう曲の中にもありますけど、誰かがキラキラした輝いた瞬間を迎えている、その裏側では誰かが悔し涙を流しているっていう、本当に表裏一体といいますか、陰と陽といいますか、裏と表言いますか、プラスとマイナスと言いますか、いいことと、悪いこと悲しいことは大体いつも裏側にねすぐそこにあったりして、私はすごく焚き火が今綺麗に見えてるんですけど、焚き火の向こう側にいる、皆さんが見ているこのカメラのアングル、そこでね私が何かあった時のために
見守ってくれているスタッフさんとかは風下なわけで、煙が目にしみるなぁなんて思いながらのこの ASMR ライブとなっております。もう本当は今日は星空が綺麗だったらいいなと思って、それでまあ1曲目はプライドを選んでいたんですけど、私自身が海外にね留学していて、当時まだ15歳とかだったので、すごい心細いというかホームシックだったりとか、そういう時間を過ごす中で見上げてみて、とこの空は あなたが見ている空と私の見ている空と地球の裏側でもつながってるんだよっていう、そういうメッセージが、励まされるような感じがして、好きな一曲なんです。今日あいにくちょっと小雨がパラついていて、ただね奇跡的に私が今いるこの場所は木々に囲まれていて、雨が一粒も落ちてこないんですよ。みんなも音は聞こえてると思います。焚き火とは違うこのポツポツって落ちてくる音がね聞こえてると思うんですけど、なんか守られてるなっていう、そんな感じがしつつ、ちょっとさっきも話に出てきたバックナンバー水平線を ASMR コンサートもう一曲最後に歌って、今回お別れしたいなと思います。できるだけ嘘はないように、どんな時も人に優しくあれるように、自分のことのように相手のことを大切にできるように、そんな風にね他人をいたわる気持ちを今こういう時代だからこそ大事にできたらなと思います。できるだけ嘘はないように、どんな時も優しくあれるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように、正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされる欠片に誰かがキレとつぶやいてる、悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光って、あなたはそれを見るでしょう。自分の背中は見えないのだから、恥ずかしがらず人に尋ねるといい、心は誰にも見えないのだから、見えるものよりも大事にするといい、毎日が重なることで会えなくなる人も
切るけれど透き通るほど淡い夜にあなたの夢が一つ叶って完成と拍手の中に誰かの悲鳴が隠れている耐える理由を探しながらいくつも答えを抱えながら悩んであなたは自分を知るでしょう。誰の心に残ることも目に焼き付くこともない。今日も雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる。悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光ってあなたはそれを見るでしょう。あなたはそれを見るでしょう。ASMR コンサート。ちょうど焚き火の火も落ち着いてきました。そして実は今日用意していた最後の薪を投入したところだったのでここら辺で今日はお別れしたいと思います。また、どこかの自然の中から ASMR コンサートお届けできたらと